ヤーコプ・フリードリヒ・フリースを捨て、精神、または、記号の重要性を認識するようになった。ラインホルト・フィフテウント・シェリングでは、カール・レオンハルト・ラインホルト、ヨハン・オットリープ・フィフテ、フリードリヒ・シェリングを批判的に論じた。フリースの最重要論文は1807年の、ノイエ・オーダー・アントロポロジシャ・クリティーク・デア・ベルナンフトで、あり。 イマヌエル・カントの批判哲学の心理学的基礎を分析した。1816年、イエーナ大学教授に就任、ロマン主義改革運動を開始した。フリースの政治思想としては、自由主義者であり、ドイツ統一論者であり、ブルシェンシャフト運動に加担した。反ユダヤ主義者でもあり、1816年のユダヤ人を通じてもたらされる、ドイツ人の富並びに、 国民性の危機についてでは、ユダヤ人には、ドイツ人と見分けるための表彰を義務付けるべきで、ドイツから、ユダヤ人が出ていくことを推奨した。フリースによれば、ユダヤ人の貨幣経済における支配的な役割を、非難し、ドイツから、ユダヤ教を根絶やしにすべきだと主張した。1816年のパンフレット本ドイチェム、バンドントドイチャ・シュターツバーファサングは、青年ドイツに捧げられ、 1819年にドイツ連邦を構成する国が集まって出されたカールスバート決議へのアジテーションに強い影響を与えたがこの決議によってブルシェンシャフト運動は弾圧された。1819年3月にサッカー・ウグストフォン・コツェブーを暗殺したブルシェンシャフト急進派でイエナ大学の学生カール・ザントはフリースの生徒だった。 フリースが残トに当てて出した手紙では秘密結社に参加することを警告する内容で警察によってフリースの陰謀の証拠とされマインツ委員会でフリースは非難された。ザクセンバイマルアイゼナ派対抗カール・アウグストによってフリースは教職を剥奪され抗議することを禁止された。その後1824年には復職し、1838年には 無制限の抗議権が認められた。ゲオルクビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルが法の哲学序文でブルシェンシャフト学生運動に加担したフリースを直接的な認識と偶然の想像力に依存しており理性的でなく感情的であると批判した。また、ヘーゲルはフリースの方法論は十分に科学的でなく従って非論理的だと批判した。 これに対してフリースは、ヘーゲルは、既存秩序とその中にいる、自分自身の特権的地位を擁護しているに過ぎないとし、ヘーゲルの刑事上学的なマッシュルームは科学の庭園ではなく、奴隷の糞の山で生育すると反論した。フリースにとって、ヘーゲルの理論は、プロイセンの支配層の擁護に過ぎなかった。重要な著作は、異例な大学時代に書かれた。ありがとうございます。